チャオ、イタリア担当のアイです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はメキシコで日系企業サポートをしている吉田さんをインタビューしてみたいと思います。どうぞ。お願いいたします。私27歳で、今メキシコに在住してます、吉田ゆきやと申します。よろしくお願いします。で、まあ、簡単に私の紹介をするとしますと、もともと、今、会計事務所で働いてるんですけど、もともとはその会計士になりたくてですね。で、日本で会計士の勉強を大学4年間してました。で、今も働きながらちょっと勉強してるんですけど、日本で、なので会計事務所を探して今の会計事務所に入ってます。で、まあ2年ぐらいですね、日本の税理士法人で働いたときにですね、まあちょうど海外に行くっていうことになって、今メキシコで働いてるという感じになります。最初の質問なんですが、なぜ海外に興味を持ちましたか？まあ海外に興味持ったといいますか、もともと本当に海外に全然興味なかったんですよね。で、なんでこう海外に行くことになったかっていうと、まあたまたまそのさっきも申し上げたんですけど、今の会計事務所で日本で2年半ぐらいですかね、働いてる時に、まあ代表からですね、海外で働かないかと打診されて、で、最初フィリピンに行けって言われたんですね。で、まあ私そもそも英語も喋れないですし、会計しか本当に勉強してこなかったので、なので全然海外で働こうとかって全然思ってなかったんですよ。ただでも海外で働くのはチャンスだなと思って、なのでまあフィリピン行きますよっていう話で、フィリピン承諾したんですね。で、そこからまあ海外で働くことに対して少しずつ興味を持ってきて、で、英語も少しずつそこから勉強したって感じなんですよね。で、まあ、赴任の時期がですね、言われてから1年後っていう話だったんですけど、なので1年間ぐらい準備があって、まあ、その間にいろいろ海外のことを学ぼうと思ってたんですけど、赴任の3ヶ月前ぐらいですね、に急にメキシコに行けって言われて、で、フィリピンからメキシコって全然なんか違う国で、しかもフィリピンは1回旅行で行ったことあったんですけど、メキシコは1回も旅行に行ったことないし、そもそもメキシコってどこにあるんだっていうぐらいの感覚だったんですよね。で、まあ、とりあえず断る理由もなく、とりあえずメキシコでもいいかっていうので、メキシコに行くことになった。で、それで、まあそこから英語もスペイン語も勉強し始めて、で、まあ、徐々に海外に対していろいろ調べようという感じで、そこから海外に興味を持ったっていう感じですね。フィリピンに行きたかったなとかありました？あ、フィリピンに行きたかったなとかっていうのは全然ないです。どっっていちうでのもいい。も、はい、どっちでもいいです。というのも、そう、本当に最初海外に興味なかったんで、どこに行っても変わんないと思ってたんですよね、国は。で、日本でやってることは、まあ、税務の仕事だったんですけど、一応、その、いろんな人の管理もしてて、で、海外で働くことのメインっていうのが、その、海外の、まあ、現地メンバーの管理だったりとか、まあ、そういったことなので、結局、やることは、どの国行っても変わんないかなと思ってたので、なので、国は別に気にしてなかったですね。じゃあ、メキシコに初めて着いたとき、その時の気持ちと大変だったことを教えてください。はい、まあ、一番メキシコについて大変だったのは、まずはその言語が全くできないってとこですね。で、英語すら勉強してこなかったので、まず英語を勉強して、まあ、ちょっとだけ喋れる英語で話しても、メキシコの方が英語がわからない。で、スペイン語でまた返されて、スペイン語も全くわからないっていう状態で。
なんか本当に言語の壁が一番最初は大きかったですね。で、まあこれは今メキシコに来て1年くらい経つんですけど、実際まだビザも取れてないんですよね。で、そのビザの取れてない理由が、ビザの面接をグアテマラにしに行ったんですけど、その時にスペイン語で全部こうやり取りをされて、で、スペイン語で話しかけられても全然わかんなくて、英語で返したら、英語で返したら、その、担当者ですね、面接の担当者の人が、英語がわからないってなって、で、結局、会話ができなかったんですよ。ビザの申請の面接の時に。で、よくわからない判子をされて、その判子を、まあ、現地のメンバーとかに確認したら、それはなんか、言語能力が不足してるから、今、保留日中になってるんだよって言われて、で、結果的に言語能力が不足してるから、ビザは出せませんって言って、一旦拒否られたんですよね。なので、そういった面ですごい言語で最初は苦労したかなというところですね。まあ、ただ、まあ一番最初は言語なんですけど、まあ、言語ってなんかわかんないですけど、やってるうちにだんだん慣れてきて、なんか、ちゃんと喋れてなくても、思いがある程度は伝わるようになったんですよね。日本語で喋っても、なんか向こうがキャッチアップしてくれて、大体意味がわかるっていうのもあったので、だんだんこう言語については、その後は、まあある程度は慣れてきたんですけど、まあその後に大変だったのが、何ですかね、マネジメントですね。その人の管理の部分。もちろんその言語はできないっていう部分もあるんですけども、考え方がメキシコと日本で違いすぎて、で、基本的にはメキシコの人たちの考え方としては、自分の範囲が決まってて、で、自分のことは自分でやるっていう、そういったこうなんか考え方で仕事もしたりとかしてるんですけど、まあ日本だと、まあそこの責任の範囲を上げて協力してこねっていう、まあ文化があるので、結構いろんなこと言っても、無茶なこと言っても結構引き受けたり、いろいろやってくれたりとかしてたんですけど、まあ、メキシコの方は何言ってもなんか、それは僕の仕事じゃないよって言って、何もこう、受け入れてくれないというか、なんかそこの部分で、日本人とメキシコ人ってちょっと違うんだなっていうのを初めて感じて、その辺の、まあ、なんですかね、人の管理の部分のやり方、日本人みたいに上から何か言ったら全部受け入れてくれるっていうやり方ではないんだなっていうところですごく、まあ、最初は大変だったかなっていう感じですね。メキシコ着いてからどれぐらい経ってるんでしたっけ？今メキシコ着いて1年ぐらいですね。正直仕事以外ほとんどやってることがなくて、で、まあ、基本的に最近始めたのはその Facebook とかでなんか自分のなんか思いとかっていうのを発信するってことはやってるんですけど、この1年間に関しては、まあ、今に関しては、その拠点を任されたっていうところで、もう仕事のことしかほとんど考えてないっていう日々ですね。で、ただ、その仕事のことを考えてるのが今楽しいっていう状態っていう感じですね。で、その延長線上になんか、Facebook があったりとか、まあ、なんですかね、他の人といろいろ協力できるコミュニティを作ったりとか、っていうのをやってる感じですね。コミュニティを作るって具体的にどういうことですか？コミュニティに関しては、まあ、それも Facebook なんですけど、日系企業同士でつながりを作りたくて、コミュニティっていうグループを作った、Facebook のグループを作ったって感じですね。まあ、ちょっと概要欄に、その Facebook だったりとか、私のこう個人的な Facebook だったりとか、
あとは、Facebook で作ったグループだったりとかちょっと貼っておくので、その辺をご確認いただけたらなと思います。貼ったとこっていうと一番わかりやすいかなと思うんですけど、来る前と、メキシコに海外に来る前と、日本にいた時の中で一番変わったのは、まあ、考え方も変わったんですけど、その行動の部分が結構変わりまして、で何が変わったかっていうと、その海外で、いろんなこうマネジメントをしていくっていうところで、の人の動かし方とか、あとは人とのこう接し方っていうところが、なんか全然わからなくて。なので、勉強する時間が増えたというか、本を読む量が増えましたね。で、今、こう、何の本を読んでるかって、その人のマネジメントのとこもそうですし、あとはその文化の違いだったりとか、あとは、まあ歴史の部分ですね。世界史の部分だったりとか、メキシコでどういった歴史があったのかとか、なんかそういう海外の歴史を学ぶとか、人との接し方を学ぶとか、文化の違いをどう埋めていくかっていう、そこのに対するかける時間っていうのがすごい変わってきてる。で、そこを今は結構重点的にやってるかなという感じですね。なので、まあ本を読んで、マネジメントをうまくしていくっていうところに対してすごく今注力して1年間やってきてるって感じです。国とか人種とか文化とか、っていうのをみんなが受け入れられて、でなんかメキシコだからとか日本だからとか日本人はメキシコ人はっていう言葉をなくしてきたりっていうふうに考えてるんですね。どういうことかっていうと、メキシコ人だからしょうがないよねとかっていう形で日本人の方が結構諦めてたりかするんですよ。話をよく聞いてると。なんかその辺がすごく僕はあんま好きじゃなくて、なんかメキシコ人にもメキシコ人のいいとこがあるし、日本人にも日本人のいいとこがあるし、なんかその、何ですかね、何々だから無理とか、この国だから無理とか、そういったのをこうなくす活動をしていきたいなと思ってて、でその一つとして私は結構会社があると思ってて、で会社ってその文化とか国とか関係なくいろんな国にまたがって広げることができる。で会社は会社独自の文化があってそれを広めることによってまあ、世界の国の人たちに同じような価値観を持たせることができると思ってるんですよね。で、誰しもがこう、入ることもできるコミュニティだし、あとは目的がこう、しっかりと知ってるので、その会社を、まずは、何ですかね、教育機関みたいなところにしたいなって思ってるんですよね。その人の価値観を変える教育。部分で哲学で教えたりとか、今までその教育っていうのはその学校で知識とか、まあ人との関わり方とかで、人との関わりを持つことによってコミュニケーションの取り方とかを学ぶところでいろいろやってきたと思うんですけども、でもそれって、その国の中の狭い知識だったりとか、狭いコミュニティの中でのコミュニケーションだったりとか、なんかそういったちょっとこう狭い世界だったと思うので、それを社会に出て会社に入ることによっていろんな人の価値観を何ですかね、肌で感じたりとか話してみて、こういったコミュニケーションのやり方があるんだとか、なんかそういった形で会社っていう組織が社会における教育機関みたいな感じになれたらいいなと思ってます。で、そのために、まあ、今はメキシコにある日系企業さんですけど、に対して、そのメキシコ人のいいところと、日本人のいいところとか、こういろいろ掛け合わせて、経営っていうのをやっていくといいんじゃないかなと
で、そういう思いをこうどんどん広げていきたいなと思って今活動をしている最中です。メキシコ人のいいところと悪いところを教えてください。はい。メキシコ人の、悪いところから先に言うとすると、責任の範囲が狭いっていうか、自分のことしか考えてないっていう人が多いなっていうのと、あとは、ちょっとずる賢いって言いますか、不正が、不正をしちゃったりとかっていうのが結構多かったりとか、っていうところですかね。まあ、自分の考えてる範囲が、自分と家族の範囲なので、社会に対して何かをやるっていうことを考えてる人が少ない気がしてる。はい、いいとこは、人がいい、優しい。なんかそのニュースで、日本のニュースで出てくるような、なんか悪いところばっかりじゃなくて、人としてはすごくいい人が多くて、おおらかな人が多かったりとか、すごい気さくな人が多かったりとか、あと誰でもこう、挨拶するとか、で、いうので、本当はなんかいろいろ他人のことも考えてると思うんですよね。ただ、それが、なかなか、何ですかね、生かせてないっていうか、なんかその、社会貢献に生かせてない感じがする。のが、まあ、いいとこなのか分かんないですけど、まあ、なので、おおらかでいい、気さくで優しくて、他人のことも考えられるってところはすごいいいところかな。価値観を少しでも変えるにはどうしたらいいんですか？その価値観を変えるためには、僕の中では、言い続けるっていうのが一番いいっていうのと、あとは体験させてあげる。あ、そうですね。で、悪いとこで言うと、悪いとこで言ったとこだと、自分のためとか家族のため。っていうところの責任の範囲の部分がちょっと狭いっていうところで言うのであれば、会社に入って、で、そうすると誰かのために何かをこう提供する、サービスを提供したりとか、製品を提供したりとか、で、お客さんに喜んでもらうっていう体験をしてもらうのが僕は一番いいかなと思って、で、なんでそれがいいかっていうと、結局自分が何かをこう与えた、見返りとして報酬が何か得られたりとか、給与が得られたりとかしてると思うんですけども、給与だけじゃなくて、なんかありがとうとか、感謝されるっていうところで、やりがいっていうのを見つけられるようになると、もっとなんか人のために何かをやろうとか、社会のために何かをやろうっていう気になるんじゃないかなと思ってるので、何かを、僕の中で会社だと思ってるんですけど、会社で、お客さんのために働くことによって価値観が変わってくんじゃないかなと思ってます。皆さん日本人の方が変わらないっておっしゃってるのに合ってるっていうか私も、いやそうですよね。いやそうですよね。まあそうなんですよ。諦める必要性はないかなとは思うんで、とりあえず変わらないけど、まあゆっくりと、まあある目的に対して一生懸命そうやって話をしていくことによって、まあ一緒に達成していこうね、みたいな形で、日本人の方が、まあガイドというか、アシスタントというか、そういうことをしていってあげれば、彼らもやる気が出てきて、その仲間で達成するっていうことに快感を得て、一生懸命頑張るのかなと思うんですけど、メキシコ人はやっぱりまだ優しいですよ。ヨーロッパってくくりで言いたくないですけど、本当にメキシコ人の方が、仕事をちょっとゆっくりで、たまに腹立ちますけど、でもヨーロッパの人は個別主義ですから、個別っていうか個人主義か。ものすごいそういった
仲間意識はあるけれども、メキシコ人ほど温かく一緒に頑張ろうねみたいな雰囲気は出してくれませんよ。もっとそれは仕事じゃないですみたいなことを言われるし、自分の友達同僚、大好きな友達同僚以外には結構冷たいですよ。まあイタリアでも北の人はものすごい冷たいから、その同じイタリアの中でも南から来る、北に来る方に聞いてみると、北のイタリア人はものすごい冷たいから、本当に仲良くなるまで、もしくは街になれるまですごい時間がかかるって言ってるんですよ。それの反面、メキシコは最初からだいたい北もなんですけど、南も、まあまあ優しいんですよ、当たりが。それってイタリアにおけるローマとか、その南の人と同じ感じなんですけど、もうね、当たりがまず優しかったら、とりあえずこっちも受け入れられてるかなって思って、仕事一緒にしようと思うじゃないですか。全然ですよ。もう放置されてますよ。ずっと。助けてもくれない。助けてもくれない。助けてって言ったら、I don't know って言われますよ。なるほど。なんかそういった中で逆に、どうやられてるんですか。もうそれはそれで受け入れるしかないんですけどね。そのイタリア人が受け入れるっていうのは、そのイタリア人がそういうことであることってことですか。そうですそうです。そのスタイルでっていうのを。はい。受け入れます。で、なるほど、ね、受け入れたけれども、何をするかというと、仕事においては、その会社の中で、その同僚とかと果たすべき目標っていうのがあるじゃないですか。うん、ありますね。で、まあ基本的にその目標を定めてもくれないわけですよ。イタリア人の上司が。だから、こっち側は、こういうのは今、イタリアのマーケットでこうだから、こういうふうに進めていくのがいいと思うんだよねっていうふうに話をするじゃないですか。うん、で、あ、まあ、そうだねって、イタリア人上司に同意をもらえば、とりあえずそこから始めます。で、うん、始めたら、その結果を随時報告して、で、成功に導くまで、一生懸命レポートして、やっと成功したら褒めてくれるわけじゃないですか。うん、それで、信頼1ポイント獲得みたいなとこですよ。で、うんうん、1ポイント、2ポイント、3ポイント獲得していけばしていくほど、仕事をやりやすくなるっていうか、自分ができる範囲が増えるんですけど、もうゼロポイントの時は基本的にそれをする意味が何かはよくわからないけど、どういうことってずっと聞かれます。で、その後聞かれて答えても同意してもらえなかったら、うん、そうですね。って言って終わられますね。でもそのまま話、しませんね。無視されます。無視されるんですか？はい、平気で普通に。だから、その分、メキシコ人は優しいと思いますよ。まあ、そうですね。うん。なんですかね、家族？ファミリーのなんか文化じゃないですか。アミーゴとか。なので、なんかそういうふうに思わせたら、メキシコ？まあ、なんか協力してくれるかなっていうのはありますよね。ただ、なんか、そこのファミリーっていう、捉えるところが部門内なのか、他の部門も入れるのかっていう、そこの範囲の部分だと思うんですけど、まあ確かに部門内では結構ファミリー感はありますよね。なので、なんか受け入れてくれてる感はありますけど、メキシコ。なんか家族とかの思いとかやったら、はい、イタリアもそうなんですけど、本当、なんか自分の身近な周りしか興味ないんですよ。だから、うん、正直同僚ともめちゃくちゃ、なんか、その事務所では普通に仲良くしてますよ。でも家族とは違いますのよ。うん、全然別物なんですよね。うん、だから、それは別って思ってると思いますよ。うんうん、でもメキシコ人は、まずは好奇心が旺盛っていうのもあるんだと思うんですよ。うん、その特に日本人に対してはね、これが韓国人とか中国人やとちょっと違いますから、メキシコ人の反応も。だから日本人に対しては、
テクノロジーのあるとか、美味しい日本食、文化、わお、日本人すごいって、もうそもそもリスペクトがあるので、態度が優しいんですよ。でも、外国人でも国籍が変わると、彼らの雰囲気も変わりますし、もちろん、その、ね、吉田さんは優しいから、みんなも仲良くしようと思うけれども、吉田さんじゃない日本人に対しては分かんないですよね。まあ確かにそうですね。うん、ただその思うのはこれメキシコだからかもしれないですけど、上の人に対しては結構従う感じがするんですよね、メキシコは。うん、なのでそうなんか自分の給与に直接反映するからかもしれないですけど。はい。なので、まあ、その辺は扱いやすい感じがしますけど。そうです、ね。だから上の人、できます、うん、上の人がなんかちゃんと知ってれば、うまく扱うこともできるんじゃないかなっていう感じはしますけどね、メキシコ人に関しては。でも、その上もですね、その海外長いとか、うん、外国語得意とか、スペイン語得意とかがあれば、まあ、わかるけど、毎日忙しくて、心折れそうな時とかあるじゃないですか。まあ、あります、あります。その時にメキシコ人流の話しかされて、要点もない、だら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 話す。うん、で、なんならやれって言ったこと全然従わなくて、新しいものを発掘してくるっていうか、発見してくるみたいなメキシコ人の説明に、やっぱり苛立ちますよね。苛立ちますね。そこがね、結局難しいですよね、上の層。そうなんですね。で、なんか、その辺は、まあ、7つの習慣のっていう本とか、あと、人を動かすとかっていう本、まあ、いろいろ見たんですけど、なんかその、トップの人の人格によるのかなっていう、なんかそこをどんだけ、なんですかね、親身になって話を聞けるか、で、相手のことを理解しようと思えるか、で、なんかそういうとこがなんか結構ポイントになってくるのかなっていう感じはします。なので、なんか、マネジメントとかもいろいろ、やり方、方法論とかっていうのは、いろいろ、あったり調べたりとかするといろいろ出てくるんですけど、なんか結局最終的には自分のなんか人となりっていうか人格の部分をまあ難しいですけど、なんかその辺をこう鍛えないといけないのかなっていう感じはしますよね。で、その人格がしっかりしてる人がトップに立つっていうことが増えれば、なんかもうちょっと全体的に良くなるのかなっていう感じはします。イライラしちゃうんですけどね。まあだからそれはなんかその現地の人っていうよりかは、まあ、マネージメントに立っている方々がどうしないといけないっていうことですね。そうですね。日本人の方もそうですし、メキシコ人の方が上に立つのであればメキシコ人の方がそういったところをちゃんと備えないといけないですし、まあ、それはなんか世界共通な気がするんですよね。なので、まあ、そういった人格を持った人に人はついてくるっていうのを本で見たので。なので、まあ、そういった人を増やしたらいいなっていう感じがします、ね。吉田さんは今、勉強中ですか？勉強中。まあ、勉強中っちゃ勉強。なんか、なんですかね、勉強すればするほど、なんか、自分の知らないことが増えてっちゃって、なので、なんか尽きないんですよね、勉強が。なんか、勉強したら知ってることが増えて、知らないことが少なくなるのかなと思ったんですけど、すればするほど、自分が知らないことだらけすぎて、なので、なんか、全然、なんですか、完璧に終わったとは言えなくて、ずっと勉強中な感じがします。吉田さんも勉強中やし、私も勉強中だし、多分大人になっても死ぬまでずっと勉強いや、そんな感じ。そうですよね。そう思います。海外に特に行かれる方向けのメッセージなんですけど、
まあ、うちの会社で制度としてインターン制度っていうのがあるんですけど、新卒から海外に働ける、で2年目から正社員として雇うっていう制度があって、でその制度で受け入れる人数が、まあ、1年には10人20人ぐらいいるんですけど、そういう人たちって基本的には海外で働きたいとか、あと英語を使って働きたいっていう形で、まあ、インターンの志望をして海外に行きたいとかするんですけど、なんかそれだと辞めてっちゃうんですよね、1年経たずに。で、なんでかっていうと、その海外にで働くとか英語を使うっていうところを目的にしてる。で、その先になんかこうメキシコの、まあ、人を、なんだろうな、とメキシコの社会全体を良くしたいとか、なんかそういった大きい目的がないと、結局海外で英語を使ってとか働くっていうことに関して自分が思った理想像とギャップが出て、思ってたのと違うなっていう形で辞めていく人が結構多いんですね。で、うちの会社でそのインターン制度っていうのがあるので、新卒でそういう海外にポンって出すことが多いので、特にそれは思うんですよね。多分日本できちんと働いて、ある程度社会っていうのがどういうものかっていうのが分かって、海外に出れば、まあ、働くってこういうことだよねっていうことが理解してるので、そんなにないと思うんですけど、まあ、学生からですね、海外に働こうって思ってる人の中だと結構勘違いじゃないですけど、ちょっとギャップが生まれちゃってるってことが多いので、僕が思うには、その海外で働くのであれば、何かしらのその国関係なく、その配置された場所でしっかりとなんか自分が社会に対してどういうことをやっていくのかっていう目的を持った上で海外に来ないと、海外でやっていくっていうことに関しては辛いのかなと。なので、しっかりこう、なんですかね、自分の目的だけじゃなくて、その国とか社会に対するなんか目的を考えてから海外に来た方が僕はいいのかなと思ってます。なので、しっかりとその辺を考えた方がいいかなと思います。ありがとうございました。では最後までご視聴いただきましてありがとうございます。吉田さんのインタビュー以外にも、いろんな日本人の方々で世界で活躍されている方のインタビューを撮ってますので、この動画いいねって思った方は登録お願いいたします。では、さよなら。アディオス。